おはようございます。セブライフの友です。みんなね、今朝もみんな元気です。はい、お隣さんがまたね大音量で音楽を流しているので、著作権にね引っかかるとまずいので、このままねずっと喋り続けたいと思います。もしくは、まあ、BGM をね足したいと思います。はい、で、今日はですね、こっちなんでこのね体にね血がついている豚がね結構いるんですが、これ傷じゃないんですよね。なぜかというとですね、皆さん覚えているでしょうか。お尻に、玉のようなね腫れがあった、豚がいるんですが、この子ですね。この子、まあ玉の腫れは全然関係ないんですが、この子の下唇かなが切れてね、結構血が出ていました。今はもうねちょっと収まってきたのかな。あ、よいしょ、ちょうどいいタイミング。見えますか、この下の、あ、これすり傷かな、なんか切ったような感じではないですよね。おそらくすり傷か何かかな。ここのね飲み水、切れてる、ちょっと切れてるのかな。まあ、水を飲むところでガーッとやられたのか、またこの柵のようなね柵の鉄のところでガリッと吸ってしまったのか分かりませんが、まあ、今は収まっていてよかったです。朝来た時1時間ぐらい前かな、ちょっとね赤く滲んでいて、わざとか分からないんですがね、こうやってね兄弟のみんなのね体にねああやって血が出てるの分かってるのかな、なぜか分かりませんがね、体に血をねつけていくんですよね。だって、痛いからちょっとこう体に、誰かのね体に触れて痛みを和らげようと、そんなことはないとは思うんですが、とにかくね、まあ、今見たらね血は止まってきているようでよかったですが、こうやって見るとやっぱりねみんな、いろんなね体に血がここにもあるな、あそこにも、まあ、つけまくっていたので結構ね出血していたんじゃないかなと、まあ、本人はケロッとしているので大丈夫と思いますが、はい、ここにもついてるな。最初ね見た時はみんな体中血がねちょんちょんとついてたので、あれ喧嘩してかじったりしたのかなと思ったんですが、じっと見てるとですね、口の切れた豚がみんなの体にね血をこすりつけていました。はい、ということで、今朝はですね、みんなの体に血がついているのはなぜだろうというね謎の血という感じで、お届けしました。はい、まあ、口が切れてたからですね。はい、こっちのね出荷用というか、まあ、出荷する豚もねどんどん大きくなってきているんですが、残念なことにまだバイヤーから連絡は来ないので、今週もなしかな、今週も出荷はないのかなというような感じです。はい、だとするとですね、餌代がもうバカにならなくなってきました。成長するね、毎日1キロ2キロぐらい体が大きくなってくれているなら、餌代もね、餌代分は取り戻せるかなという感じなんですが、どうなんでしょう。体が大きくなる割合よりもね餌の方が高くついている気がしますというか、絶対そうですね。はい、なので早くバイヤーさん買ってください。はい、ということで、今朝は、体に血がついている豚たちでした。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、動画の高評価よろしくお願いします。それでは終わり。